皆さん、こんにちは。ひろくまです。今回も動画をご視聴いただき、ありがとうございます。今回は、自衛隊のトップである元統合幕僚長であった、川野勝利氏が、最近ミサイルを連発している北朝鮮の情報と、それに対して日本の安全保障はどうすればいいのかということを語られておりましたので、今回はこちらの情報をお伝えいたします。それでは、まずはこちら、日本放送の記事です。日本放送の飯田浩司の OK 工事アップに、前統合幕僚長の川野勝利氏が出演されて、北朝鮮が最近ミサイルを連発していることについてと、それに対して日本はどうするのか、それをですね、前統合幕僚長として語られております。ちなみに統合幕僚長と言いますのは、自衛隊の陸海空のトップということになります。なので、統合幕僚長の意見を聞けば、日本の安全保障がわかるということになります。ちなみに川野勝利氏とはどういう人なのか、こちらテレ東プラス、こちらの方が川野勝利氏です。川野氏は、自衛隊のトップである統合幕僚長3度の定年延長を重ね、なんと4年半の長期間務められたと。そして当時は安倍政権でしたので、安倍さんから絶大なる信頼を得ていたということになります。そしてこちらのホワイトボードで書かれておりますが、陸海空、それぞれ幕僚長がいます。そしてそのトップに統幕長がいて、その上に防衛大臣、その上に総理ということになります。そして自衛隊は自衛隊独自で動くのではなく、総理をトップとしては文民が動かすという、つまり文民たる政治家が軍隊を統制するという意味で、文民統制、シビリアンコントロールという意味になります。日本は完全にシビリアンコントロールを敷いてます。そこで川野氏が統合幕僚長時代有名な出来事がありました。それはこちら、産経新聞の記事です。2018年、韓国で国際観艦式がありました。そこで韓国が自衛隊機に関して、旭日旗の掲揚を自粛しろと、むちゃくちゃなことを言ってきたんですよね。そこで川野統幕長が、自衛艦機は海上自衛隊の誇りだと、降ろすことは絶対にしないと拒否したと。そしてその後、旭日旗の自粛は受け入れられないと。そして韓国の派遣は見送りにしました。非常に素晴らしい判断でした。そしてこれがですね、今日まさに日本で行われてます、国際観艦式、それに繋がってきたということになります。そしてこれはライブ配信を行われてますので、こちらのページのアドレスは説明欄に貼っておきます。そして韓国は日本の国際観艦式に参加すると、旭日旗に敬礼をしないといけなくなるんですよ。それでですね、それでこちら、時事.com、韓国から回答がなかなか来ないと。そして FNN プライムオンライン、最終的には参加を表明しました。そしてこちら、韓国の中央日報、自衛艦機と旭日旗は違うと。そういった理由にして参加を表明したと。ちなみに、左が旭日旗、右が自衛艦機と、デザインが違うと。国内向けにそういう理由にしたと。そして自衛艦機に敬礼しないといけませんと。面白いことになりましたよね。しかしですね、韓国国内では、2018年、日本が参加を拒否した時に、それから自衛艦機は変わってないと。それはおかしいんじゃないかと言われてます。そりゃそうですよね。同じですから。そしてですね、恥ずかしい、惨めなことこの上ないと。そういう批判が出たということになります。いや、ムンジェインの置き土産ですよね。そういう事態がありまして、川野勝利統合幕僚長は男を見せたということになります。その川野氏が北朝鮮について解説を行います。まずはですね、北朝鮮が核を放棄する可能性は少ないと、その前提で日本の安全保障を考えるべきだと、まずは言い出し、北朝鮮は連日、長短様々なミサイルを発射していますが、どうご覧になっていますか？そこで川野氏、北朝鮮は去年2021年5カ年計画を作りました。今回のこともそれに向けての実験になりますと、北朝鮮が5カ年計画を作っていたんですね。しかし5年も持つんでしょうかね。今回のミサイル発射はその一環だそうです。それからビジラントストームという米韓合同の空軍による演習が行われていますが、それに対するリアクションだと思いますと。そうですよね。昨日の動画でもお伝えしましたが、北朝鮮が韓国に対して戦術核攻撃を行うのではという情報
報があります。それに対して本来であれば11月4日でこのビジラントストームは終わりでしたが、そのために延期をしたのではと言われています。そして言い出し、一昨日11月2日のミサイル発射は戦術核部隊が行ったというような話もありますが、一部は実験段階から手が離れているということもあるのでしょうかと。そこで河野氏、あれだけ撃っているということを思うと、短距離については戦術訓練の可能性があるそうです。そして言い出し、脅威の段階としては相当違いますかと。そこで河野氏、訓練しているということは実用化し、なおかつ自分たちが使うということを示しているのですと。つまり、いつでも使えるようにすると。そのための訓練ということになります。そして言い出し、日本を飛び越えないというようなことが言われていますが、こういったことが起きるのは、一部やむを得ないというところがあるのですかと。それに対して河野氏、北朝鮮は核を持ち、ミサイルを持とうとしているわけです。日本の安全保障の前提としても、悲観的になってしまうのですけれど、北朝鮮が核を放棄することは可能性としては少ないと思いますと。そうでしょうね。北朝鮮にとって、いやそれよりも、金王朝が存続するためには、核がないと存続できないと。なので、核を放棄する場合というのは、金王朝の存続が保障される場合に限ると。しかしそれを保障することなんて、アメリカですら保障はできませんよね。つまり大統領が変わったり、民主党より共和党が優勢になったりすると、政策が変わってしまうわけですよ。そうなると誰も保障ができないと。それは金正恩もよくわかっているので、そうなるとますます核は放棄できないということになります。なので、河野氏が言うように、北朝鮮が核を放棄することは可能性は少ないと。そりゃそうですよね。しかし、金王朝がなくなれば、北朝鮮の国としては核を放棄することはあり得ます。そして拉致被害者も帰ってくる可能性は出てきます。なので、金王朝イコール核兵器ということになりますので、金王朝がなくならない限りは核兵器もなくならないということになると思います。そして言い出し、その中でどう守るかということになってきますよねと。そして河野氏、それを前提として日本の安全保障を考えるべきだと思いますと。そうですよね。金正恩が核を放棄するという希望的観測を持つべきではなく、あくまでも現実的に日本の安全保障を考えるべきだと。これがですね、軍人のリアリスティックな考え方なんですよね。続いては外交評論家の三宅邦彦氏。三宅氏はこちらの方です。北朝鮮が核兵器を放棄することはまずない。そして実戦配備の方向で動いているということですかと。河野氏はそうですねと答えています。やはり核兵器は実戦配備の方向で動いていると。その通りで、日本は現実を見ないといけません。そして三宅氏、しかも北朝鮮の技術が上がっているわけです。今までは飛んでくるミサイルを撃ち落としましょう。それで日本の抑止力を高めましょうということで、日本の安全保障政策は進んできました。しかし今やそれだけで本当に大丈夫なのか、別の意味で抑止力をもっと高めるなど、敵基地攻撃能力というかどうかは別として、その種の議論についてはどう思われますか。そこで河野氏、今回のことはウクライナ戦争が大きく影響していると思います。ウクライナ戦争は北朝鮮が核を持つことに正当性を与えてしまった。北朝鮮はウクライナ戦争を見て核のポリシーを変えたのです。金正恩体制が危機に陥った時は使うぞと打ち出しているわけです。それを我々は真剣に受け止めなければいけないと思いますと。やっぱり河野氏も、金正恩体制イコール核兵器と一心同体ですよね。そしてウクライナ戦争、ウクライナが核を放棄したので、それでロシアが攻めてきたと。つまり、金正恩が核を放棄すれば攻められるということが分かったと。なので、北朝鮮が核を持つことに正当性を与えてしまったと。全くもってその通りですよね。そして言い出し、抑止力の部分なのですが、今までは飛んできたものをある意味、真剣白刃取りで切る。だから無理だという議論でしたが、そうではなく、撃ってきたら報復するぞという方向でなくてはならない。しかしなかなかその議論には行きませんと。そこで河野氏、今日本のミサイル防衛システムでは、レーダーで追跡して解析
撃できれば相当なレベルで迎撃することはできます。しかしたくさん撃ってこらえたら限界があるわけです。つまり飽和攻撃です。100発撃ってこらえたら迎撃することはできないと。そして今公明党は専守防衛じゃないとダメだと、つまり撃たれた後ではないと撃ってはいけないと。しかしこのように飽和攻撃になったら必ず被害が出ます。それなのに専守防衛がいいと言っている政党は全く国民の安全を考えてないということになります。河野氏が言うようにたくさん撃ってこられたら防げないので、専守防衛を訴えている政党は国民のことを考えてないということになります。そして河野氏、北朝鮮は今大量に撃つような訓練をしているわけですから、やはり守るだけではなく一歩前に進めてどう守るのかという議論をするべきだと思いますと。それをですね、政治家が恐れてやってないんですよ。もうですね、専守防衛だけでは日本は守れないんですよ。つまり攻撃能力を持って相手に撃たせないことをしないともう守れないんですよ。それを妨害している政党、公明党と野党ですよね。その議論をしてないと。つまり日本はミサイルを撃たれて被害が出ない限り一歩前に進める議論ができないと。その被害を受けるのが自分でないことを祈るしかないんですよ。今の政治家はそんなレベルです。そこで言い出し、アメリカの巡航ミサイルトマホークを買うべきではないかという報道も出ていますが、どう備えていけばいいでしょうか。河野氏、トマホークも一つの手段だとは思います。要は守りだけでは限界があるということを認識すべきだと思います。日本国民の命を守らなければならないわけですから、言葉は別にしてある程度の反撃力、攻撃力は一応持っておくということです。それを使うか使わないかについては政治がコントロールすればいいわけです。手段を持っていなかったらお手上げということになります。それは避けるべきだと思いますと。おっしゃる通りで、手段がなければもう何もできないということになります。そして攻撃用のミサイルを持って使うか使わないか、それは政治がコントロールすればいいと。その通りですよね。何もなければもうお手上げということになります。続いて三宅氏、日本の対処能力は高くなければならないと思いますが、だからといって移動しているミサイル発射台を攻撃するにしても今の段階では限界があります。政策の変更という点で言うと、日米韓の連携をきちんと行う、特に日韓関係をしっかりしなければならないと私は思います。もちろん今も韓国に対しては不満があり問題があることは事実ですけど、今度国際観艦式に韓国が参加しますがいかがですかと。そこで河野氏、例のレーダー照射事件が2018年にありましたが、私は当時の統合幕僚長でした。あの時の私たちの判断も長々と日韓関係について口論し合ってるのは良くないということで、こちらが一方的に考え方を示して打ち切ったのですと。もうありましたね、このレーダー照射。それについても謝ってないんですよ。そしてうやむやになって国際観艦式に参加していると、そういう状況に今なってます。そして河野氏、現状北朝鮮の脅威があるのでもっと高い次元で見るべきだということで打ち切り、前に進みましょうと判断したのです。今回韓国海軍を招くことについては私は賛成ですと。意外でしたよね。河野氏は韓国軍に対して不信感を持っていました。しかし北朝鮮の脅威ですよね、これが前にあるので、この日韓関係をしっかりしないといけないと。つまりですね、韓国は日本に謝罪をしないといけませんが、無駄にプライドが高いので謝ることができないと。そしてムンジェイン政権で反日感情を作ってきたと。それを今すぐに転換することは難しいと。その上で現在の北朝鮮の脅威を考えると、韓国に対して謝罪するまでは受け入れないと。それがいいのか、それとも連携して北朝鮮に対峙した方がいいのか、そのどちらが日本の国益になるのか、それを考えると河野氏はまた大人の対応でうやむやになってしまうかもしれませんが、前に進むしかないと。そうなるんでしょうね。しかしその繰り返しですよね。ということは北朝鮮がおとなしくなれば韓国はそれが使えないということにもなります。それまで待つしかないでしょうかね。非常に残念ですが、連携をするためには国際観艦式にも韓国海軍を招かないといけないと。これがですね、
軍人のリアリスティックな部分なんですよ。しかし一方で政治家は、自民党の政治集団、日本の尊厳と国益を守る会は、韓国の国際観艦式の招待については反対を表明してます。これがですね、政治家と軍人の違いなんですよ。なのでシビリアンコントロールは完璧ではありません。軍人はリアルで、政治家は理想を追求すると。それが民主主義のシビリアンコントロールは完璧ではないと。しかし軍人は暴走する可能性もあると。それを政治家がコントロールすると、その関係がシビリアンコントロールということになります。なので川野氏は日本の安全保障について非常にリアルスティックに考えていると。しかし政治家は外交を考えないといけないので、韓国の招待には反対すると。そこが軍人と考え方の違うところということになります。そして三宅氏、韓国の雰囲気は変わってきているのでしょうか。川野氏、少なくとも政権はそういうインテンションですね。つまりそういった意図や意思ということになります。いいとは思っているでしょうが、韓国が観艦式に参加することについても韓国内で反対があると聞いております。世論全般がそうなったとは言い切れませんが、政権は日米韓を重視する方向に向いているのだと思います。そうですよね。全てが信頼できるわけではありませんが、ムンジェイン政権とは正反対だと私は思います。しかしまだ中国と通じているのではないかという恐れはあります。なので 100% 信頼することはできません。ムンジェイン政権は北朝鮮と通じていたと。しかしユン政権は中国と通じている可能性はあります。なのでそれを頭に入れて、いつも情報を見ていかないといけません。そして言い出し、対処力に関して議論しようとすると、必ず憲法9条の戦力不保持、あるいは専守防衛から踏み出すのではないかというようなことが言われます。このあたりはどうお考えですか。川野氏、要は鳩山元総理が言われた昭和31年の答弁です。川野氏、まさに打たれんとされている時に座して死を待つことが憲法の指し示すところではないんだろうと。それは自衛の範囲に入るだろうということです。他の都市を爆撃するわけではなく、ピンポイントに攻撃することは専守防衛の範囲だという答弁が出ていますから、そういう解釈でいいのだろうと思います。無差別に攻撃するわけではないのでと。つまり反撃能力を持つこと、攻撃用のミサイルを持つこと、それについては必ず憲法9条の戦力不保持、あるいは専守防衛から踏み出すのではないかと、そういうことが言われますよね。しかしまさに撃たれんとしている時に座して死を待つことが憲法の指し示すところではないだろうと。それをですね、昭和31年鳩山一郎氏が言われたと。それはですね、いくら攻撃用のミサイルを持っていたとしても自衛の範囲に入るだろうと。そして国際法上も自衛による攻撃は認められているということにもなります。そしてさらにそれは他の都市を爆撃するわけではないと。ピンポイントに専守防衛していれば無差別に攻撃するわけではないので、憲法9条にも認められているし、国際法上も認められていると、そういうことになります。しかし日本は今まで自虐史観の教育を受けてますので、私の動画のコメントでも、日本は戦争してはいけないと言ってるのに、どうしてトマホークを買うんだと、そういうことを言う人もいます。しかし、ミサイルを持ってなければ、座して死を待つことしかできないんですよ。それで本当にいいんでしょうかと。それがですね、日本国憲法の指し示すところではないと。それはそうですよ。自分の国を守れないでどうするんだと。それはですね、立ち向かって攻撃するしかないんですよ。あなたはですね、前から歩いてきた男たちに自分の家族が連れ去られて殴られようとしていると。その時に、いや、憲法で人を殴ってはいけないと書いてあるんで、家族を守ることはできないんですよと。そう言うんですかということになります。それは抵抗するでしょう。そして国際法上も守られている。それは当然の話ですよ。なのでもし、日本がミサイルを持つのがおかしいと考えている人がいたら、それは今までの教育がおかしかったと思うしかないですよ。そしてあなたの中にある常識を変えてください。今までの考え方は常識じゃなかったと。安全保障上の常識ではなく、左翼思想に侵されていたということになります。そこで考えを変えないといけません。なので、
こちら川野勝利、平和ボケの日本ではアメリカは守ってくれないと、自分の国は自分で守るという基本原則があるので、それをまず土台にして、そして強固な日米同盟で日本を守っていくと、それが基本となります。しかし一部の予備自衛官出身の人がアメリカから兵器を買ってはいけないとか、自分の国は自分で守るからアメリカとは切り離すべきだと言ってますが、この自衛隊のトップであった川野勝利はそんなこと一言も言ってませんので、予備自衛官出身ということで信用しているのなら、まずは川野勝利や岩田清美元陸将、そして織田邦夫元空将、そういった自衛隊元幹部の人たちの意見を聞けば本当の安全保障がわかりますので、元予備自衛官が共産思想に陥って日米分断を図ろうとしている人がいますが、自衛隊の高級幹部たちと全く意見が違います。日本の安全保障の基本は強固な日米同盟があり、そして集団的自衛権ですよ。そしてオーストラリア、インド、そしてヨーロッパ、NATO、そういった国々と集団安全保障体制を作って、中国、ロシア、北朝鮮が攻めて来られなくすると、それがミソなんですよね。しかしアメリカを切り離して日本一国で守っていくという考えは、個別安全保障といって、非常に脆弱な安全保障なんですよ。それを狙っているのが共産思想ということになるので、それに騙されないようにお願いします。そして自衛隊の元高級幹部たちの意見というのは、月刊正論とか、虎ノ門ニュースや文化人放送局、そういったところに出演したり、文章を書かれたりしているので、それがですね、軍人としてのリアルな安全保障を語られておりますので、予備自衛官出身だからといって、本当のことを言ってるとは限りませんので、そして安全保障については、そういった情報戦がすでに始まっておりますので、騙されないようにお願いします。ということで、北朝鮮の金正恩は、核兵器は絶対に手放さないということがお分かりいただけたかなと思いますので、そして日本は反撃能力を持たないと、座して死を待つしかないと。しかし鳩山元首相がそうではなくて、憲法上はもう反撃能力を持っていいになっていると、それもお分かりいただけたかなと思います。そして反撃能力を持つのは国民の理解が必要ですので、この動画を見ていただいて、その理解にお役立てできたら嬉しいです。またこういった情報がありましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメント、ツイッターのフォローも、またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。